はい、柏勝利 NHK をぶっ壊すということで、令和2年2020年1月の7日火曜日です。時間は15時14分であります。 NHK から国を守る党の大橋正信でございます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ昨日ね、まあ撮影、まあ、ないし録音した、NHK 上野医療センターのね、様子であったり、また今日、NHK 集金人対応した待ち伏せ作戦をねした、今日の千葉県の某所の、ところは撮影の様子は、まあ、今日の夜もしくは明日のアップロードになるかと思います。まあ、ちょっと編集作業も必要ということでね、ちょっとお時間いただければというふうに思います。大変申し訳ありませんが、ちょっとお待ちください。で、まあ、昨日のね、NHK 上野医療センター、そして今日のね、待ち伏せ作戦、おびき寄せ作戦の、動画とは別に、また2本ほどね、ちょっと、3本かな ?2 本か3本、あげようと思っておりますので、ちょっとね、お付き合いいただければというふうに思います。昨日、今日の件はね、また、ちょっと、少々お待ちください。すいません。よろしくお願いいたします。ですね、先ほど、まあ、おびき寄せ作戦を終えて、柏に戻ってきました。で、帰ってきて早々ですね、我孫子市民、要はその、柏市の隣になるんですけども、我孫子市民の方から、お電話をいただきました。で、我孫子市民の方からお電話いただいて、まあ、大体、今日の14時10分頃に、株式会社、アスゲート所属の、吉村恭平なる人物が、訪問してきたと。で、まあ、その方のね、我孫子市民の方のお話によると、もうね、インターホンのチャイムが鳴って、まあ、出てみたというか、あのインターホン越しでね対応したんだけども、まあこの吉村恭平の対応っていうか声が全く聞こえなかったそうです。で、その方ね、小さいお子さんがいらっしゃって、そのお子さんがね、お子さんの友達が遊びに行くとかで、まあ、基本的にはインターホンのその音量っていうのを最大にしているそうです。にもかかわらず、この吉村恭平の声、インターホン越しから全く聞こえなかったということです。でも聞こえないから、なんだろうなと思って切っちゃったらしいんです。で、切られたらもうインターホン鳴らされると。ピンポンピンポンしつこく鳴らされると。で、もうしびれを聞かして、もうそういったやりとりが何回もあったそうです。もう聞こえないから電話切った。ね。インターホン切った。けど鳴らされる。で、出たものもやっぱり声が聞こえない。切る。鳴らされる。で、もうそれもしつこかったんで、もうしびれを切らして、この我孫子市民の方、出られたそうです。玄関のドア開けられたそうです。そうしたら、もう NHK ですと。ドア開けてやっと NHK だと分かったそうですよ。NHK のね、委託業者だと。まあ多分 NHK って言ったのか職員って言ったのか分かりません。アスゲートって言ったかどうか分かりませんけども。とにかくね、NHK の関係者ってことが、ドアを開けてやっと分かったそうです。インターホン越しでは全く分かんなかったそうです。で、何なんだと。なんでそんな声小さいんだと。ということを聞いたら反省してますと。声が小さかったこと反省してますと。だからおそらくね、この吉村なる人間、そういう手口で玄関のドアを開けさせてるんだと思われます。はい。で、またね、その、吉村の言い分というのが、まあ、要は、この我孫子市民の方は、契約をして不払いされてる方だそうです。で、吉村の言い分が、まあまあまあ、決まり文句っちゃ決まり文句。ね、もう、ひどいっちゃひどいんですけども、まあまあ定番ですよ。受信料の支払いの義務だと。法律で決まっていると。で、そんなようなこと言われたそうですわ。で、何言ってんだこの人はというふうに思われたそうなんですが、もうね、この我孫子市民の方は、やっぱりね、去年、坂本さんが我孫子市内でね、活動してくれていたってこともあって、まあ、NHK から国民を守るとのことを当然知ってくれていたんです。で、駅前でよくやってましたよねという話も、していただいてて、チラシとね、撃退シールも
お持ち帰りしていただいたようなんです。でその吉村恭平に撃退シール見せたそうですわ。撃退シールをで撃退シール見せたんですけど、まあこれもねもう定番じゃ定番、もう常套句といえば常套句なんですけど、あのこんなシール関係ないですよ、あの第三者ですから、第三者とはあの対応しないし関係ないのでっていうことを言われたそうですよね。柴田君なかなか面白いね。今日の、大引き寄せ作戦をした、株式会社グッドスタッフの社員も同じようなこと言っておりましたわ。はい、関係ないんだったらね対応すればいいのになと思うんですけどもね。まあそれはいいとして、はい。で、このね吉村恭平なる人物名刺くれと我孫子市民の方に言われたも言われたんだそうですが、最初断ったそうですわ。いや名刺はお渡しできませんと。お前何なの柴田君、君何なの、柴田君じゃないわ恭平だから柴田って言っちゃった吉村君君何なのねえねえ、まあ営業職でしょ君はねえ、受信料を払ってもらうためにお願いするために今訪問してるんでしょ君はねえ。にもかかわらず訪問先で名刺を渡さないって君何なの、不審者極まりないぞ吉村恭平君。で最終的にはねあの名刺渡したそうですわ。渡すんだったら最初から渡せよ、変な抵抗するなよ吉村君なあ大丈夫か、というような苦情を我孫子市民の方からいただきました。はい。で、まあ、吉村君はね最初は渋ったものの渋々名刺を渡してくれたんでいろんな情報がありましたね。吉村君は船橋営業所所属、船橋市南本町 1-16 クリスタル船橋ビル404号室に営業所があるんですが、名刺にはこの住所が書かれていたと、ね、であとね、この株式会社アスゲートの NHK の専門のカスタマーコールセンターが、設けられているそうです。でこれがねこの番号なんですが、先ほど私この我孫子市民の方になり代わって、お電話しました。はい、株式会社アスゲートのコールセンターにお電話しました。その時のね音声をちょっとお聞きいただければというふうに思います。よいしょ、17分ぐらいありますんでちょっと聞いてください。私 NHK 業務受託法人株式会社アスゲートカスタマーセンターの石井と申します。あ、すいません、はい、そちらは、はい、あの船橋の会社じゃないんですかね、住所。こちら今東京の本社になりますね、カスタマーセンターになります。な、名刺もあったらな、船橋になんか、はい、営業所があるって書いてあったんですけど。あ、はい、じゃあ営業所じゃなくてこれカスタマーセンターって言うんですか、それそこは。はい、そうです。はい、そこに繋がるんですか。はい、ああ、わかりました。そちらのね、はい、社員がね、はい、まあ、うちに訪問してきたんですよ。はい。まあ、あの、吉村恭平っていうのかな？まず、在籍してます？そういう人間が、はい。はい、在籍しております。間違いないですか？はい。ああ。あのね、インターホン越しで、はい、何言ってるか分かんないんですよこの人。あ、はい、なんか意図的にやってるみたいでね。はい、こっちはほらインターホンで対応したいから、はい、何言ってるか分かんないのに、はい、もう大きい声で喋ってくれって言ってもボソボソっとしか喋んないんですよ。はい、で結局ね、はい、ドア開けるまではずっとそういう小さい声で喋って、はい、
何言ってか分かんない、ラチ開かないか、こっち、ま、あのドア開けましたけど、はい。お宅の会社ではそういう教育してるんですか？ですね、まあ、どういった感じで吉村が対応したのかちょっと分からないので。確認してくださいよ。はい、確認させていただきます。はい。折り返しお電話差し上げたいので。てかね、後で教えるけど、はい。ちょっと一通り言わせてくださいよ。あ、はい。これだけじゃないんですよ、文句言いたいのは。はい。あのね、受信料、こっち払ってないですよ。はい。うん。払ってないけどね。はい。なんか受信料払うのは国民の義務だとか言ってたんですけど。はい。国民の義務なんですか、これ。ですね、一応法律でも決まっていますので。はい。受信料払うことが法律で決まってんの？はい。なんていう放送、なんていう法律なの、それ。放送法で決まっております。放送法何条に書いてあるの？放送法のですね、第64条に定められています。何と書いてあるの？ですね、少々お待ちください。はい、教会に、あ、お伝えしてよろしいでしょうか？何？お伝えしてよろしいでしょうかね。どうぞ。はい、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信について契約しなければならないと定められております。それ契約の義務でしょう。はい。払うことが義務って言ってたんですよ。あ、はい。うん、支払いの義務ってどこに書いてあるの？そうですね、支払いの義務にはなっておりません。はい。あんた言ってることおかしくない？はい。はい、そちらの方は大変失礼いたしました。私。いや、ごめん。はい。失礼しましたってレベルじゃないよ。はい。そうですね、私。しかも、勉強不足って言葉で片付けないでくれる？あ、認識不足ではございました。認識不足って言葉で片付けないでよ。はい。もう一度確認するよ。はい。吉村恭平ってやつも、はい。受信料払うことは、ね、法律で決まってる義務だって言ったんですよ。はい。この吉村の説明っていうのは、合ってんの間違ってんのどっち？はい。そうですね。まあ、間違いではないとは僕は思ってます。その根拠は何？一応、まあ、契約するということが義務にはなっているので。ごめん。契約することの義務、僕は否定してないけども。はい。今言ってんのは支払いの義務のこと言ってんのよ。法律で決まってるって言ったのよ。はい。で、あなたもそれ否定しなかったよね。はい。その根拠は何？そうですね。放送法で決められてはいるので。だから、その放送法という法律のどこにそんなこと書いたんだよ。受信料の支払いの義務なんて。わかんないから教えてくださいよ。はい。先ほどは放送法64条って言ったよね。はい。うん。今の話、先ほどの64条の説明だと、契約の義務だよね。はい。うん。じゃあ支払いの義務ってどこに書いてあるの？それで書いてはないですね。ということは？僕らが間違っていましたね。じゃあ、受信料の支払いの義務っていう法律はあるの？ないの？どっちなの？そうですね、支払、そうですね、書かれていないので、はい。君大丈夫か？はい。カスタマーセンターのレベルか、そのレベルか。それで僕もまあ、新人なもので、認識不足。ごめんな。ございません。あのさ、新人だからって言い訳ならんのだよ。はい、新人であろうがなかろうが、こっちはカスタマーサービスに電話してるわけだよ。はい。吉村恭平なる人間が、はい。納得もできない説明してるから、はい。確認させてもらおうと思って電話してるわけだよ。はい。吉村もそうだし、あんた名前何つったっけ？私、石井ですね。石井さん？はい。石井さんも受信料の支払いの義務あるって言ったよね。はい。じゃ、結局どうなのよ。もう一度確認するけど。
受信料の支払いの義務はあるの？法律で定められてるの？どっちなの？契約の義務は定められていますが、そうですね、書かれてはいないですね。何が？受信料につきましては。受信料の何が書かれてないの？あ、義務という部分ですね。じゃあ、受信料の何？支払いの義務のこと言ってんの？それは。あ、そうです。うん。だよね。はい。俺はそういう認識だったのよ。はい。でも、吉村くんはね、受信料の支払いの義務があると法律で決まってるって言うから。はい。それを聞きたいと思ったけど、本人は答えてくれないし。はい。ね、名刺もらって、はい。その、ここに電話してみた、電話してみたわけだわ。はい。これ、新人うんぬんっていう話じゃないよ。はい、そうですね。法律の話してるわけだから、はい。ちゃんとそこを説明してくれないと。はい。こっちはそれなりにね、はい。まあ、勉強してたっていうのがあったから、はい。言い方悪いけども、はい、口車に乗らずに済んだわけだよ。これ知識なかったら、ああ、法律で定められてるのか、受信料払うことは、法律で義務付けられてるのかって、これ、はい、騙されるよ、これ。はい。君、それだけの責任を持って仕事してるのか、本当に。大丈夫か？あ、はい。君、新人だったけど何？勤めてどれぐらい経ってんの？まだ1ヶ月ぐらいですね。大丈夫か本当に。はい。で、これね、はい、この吉村恭平って、この船橋の営業所っていうのこれ、から来てるのこの人。俺今、アビコなんだけど、はい。船橋から来てんのアビコまで。そうですね、はい。まあ、確認しないとはちょっとわからないんですけれども。でもこれ船橋の営業センターっていうか、船橋の営業所に所属してるんでしょ、この人。あ、そうですね。営業所は船橋にはあります。千葉は船橋だけなの？他の場所っていうことですかね。千葉県内に他にもあんの？何個かございます。いくつ、どこにあんの？成田と、はい、千葉と、千葉市と、新松戸の方にございます。成田と、はい、千葉と、はい、新松戸、はい、と船橋、会長では、はい、そこを担当させていただいております。じゃあ有子だったら松戸なんじゃないのこの人。所属は船橋にございますね。よし、じゃあ船橋から来てんのこの人。はい、有子まで。あ、そうですね。本人に確認しないとわからないですけれども。はい。確認しない。それすら把握してないの？まあまあいいけどさ。ちょっとさ、こいつのさ、はい、適当な説明と、はい、このインターホン越しでボソボソ喋らすのやめてよ、ちょっとこれ。そうですね。私どもから指導させていただきます。てか君、1ヶ月だよね。はい。この吉村は何？勤めてどれぐらいなの？まあ、僕は把握はしてないですね。上司につないでって形にはなりますけれども。じゃあ君が直接指導するわけじゃないよね。はい、はい、そうです。大丈夫かその会社。アスゲートって会社。はい。もう、ひどすぎて笑えてくるわ。はい。大丈夫か？ない。立ち入ったこと聞くけど。はい。君のその職場は、電話対応してるのは君だけなのか？いえ、他にもございますけど。何人かいるの？はい。で、新人は君だけなの？そうですね、はい。じゃあ、恥を引いたわけだ、俺は。はい、そうですね。新人だからって言い訳聞かねえぞ。まあ、そうですね。ああ。はい、まあそうですね、ってか。申し訳ありませんだろ、そこは。はい。君、いくつなの、ちなみに。まあ、個人情報にはなりますので。あ、答えらんないか。まあ、お伝えはできますけど。どっちなんだよ。
じゃあいいよ。じゃあいいよ。じゃあこの仕事する前にもなんか仕事してたの？いや、してないですね。これが初めての社会人経験？そうです。そっか。考えた方がいいぞ。はい。あの、余計なお世話だけど。はい。人間には向き不向きがあるから。はい。ああ。その知識力で、NHK のクレーム対応してたら、はい。君精神病むぞ。はい。まあそこは大丈夫です。ありがとうございます。ご心配いただきます。心配になるわ、本当に。はい。ありがとうございます。まあ石井くん頑張れや。はい。ありがとうございます。てか、この吉村恭平、どうにかしてくれよ。はい。私から上司の方に報告を上げさせていただきます。改善してくれんのこれ。はい。これ確認するよ。はい。改善されたかどうか。はい。あとさ、こいつ言い忘れてたわ。この吉村恭平なる人間。はい。最初名刺持ってねえって言ってたんだ、こいつ。はい。嘘ついてんだよ。そちらの方は、そうですね。なに、アスゲートって会社は、はい。名刺を持たせずに、はい。訪問させてんの？いや、吉村名刺はお持ちのはずですけど。はい、吉村に、自分の社員に敬語は使う必要ないんだよ。大丈夫？はい。まあ、それはいいんだけどさ。はい、じゃあ、アスゲート全体の話させてもらうよ。はい。アスゲート社員は、名刺を持ってちゃんと訪問してるの？あ、はい。もしなくし、はい、新人の場合は持ってない方もいるとは思うんですけれども、はい。だからさ、持ってます。だからさ、さっきも言ったけどさ、新人だからっていうのは言い訳にならないんだよ。はい。これ、石井君、君に対してじゃなくて、アスゲートという会社に対して言ってんだ、今。はい。新人だからっていう理由で言い訳なんねんだよ。そうですね、はい。まあ、作成が追いついてないっていう状態ではあります。だったら個別訪問させないとかさ。はい。ね。もしくはメモ紙に書いて、私はこういうものですと。株式会社アスゲート。ね、どこどこ所属の何々です。吉村恭平ですって。はい。せめて書くべきだろう。はい、そうです。そういった対応は、はい、上司の名刺をお借りして、でもごめんな、ネット上で調べたけどさ、はい。アスゲートの社員が名刺を持たずに個別訪問してるっていうの、上がってたぞ、ネット上で。あ、はい。はい。名刺は持っておりません。だからお渡しできませんって。はい。大丈夫か、アスゲートって会社。そうですね、君もこんな会社にいたらもう潰されるぞ。はい。そうですね。はい。なんかホームページはなんかそれっぽくなんかおしゃれな感じにしてるけど。はい。内部ぐちゃぐちゃだろ。これからの会社ではありますので。ああ、いいようだね。ああ、初めてあれだよ。なんだ。カスタマーセンターとして、それっぽい対応したわ、今。石井くんは今。ありがとうございます。ありがとうございます。それはいいけどよ。お頼むぞ、おい。これ絶対改善させてくれよな、はい、石井くん。はい。かしこまりました。新人だからっていう言葉は言い訳にならねえわな。はい。もうその言葉使わないよ。かしこまりました。なあ。ありがとうございます。頼むぞ。はい。これ、あと吉村恭平どれかしてくれよな。名刺の件と。はいはい、インターホン越しでボソボソ喋る。はい。受信料払うために平気で嘘をつく。この三つ改善させてくれよな。頼むぞ。かしこまりました。あ、うん、はい。じゃあよろしくな。はい。はい。お客様のお名前とかもお伺いしてもよろしいでしょうか。いいよ。ありがとうございます。いい？はい。NHK から国民を守る党の大橋正信だよ。大橋正信様。うん、聞いたことあるだろう。はい。聞いたことあるだろう。はい。
うん。我孫子市民の方から苦情が来たんだよ、今。あ、なるほど、はい。俺はカスタマーセンターの代わりをやってるんだ、今。はい。改善しろよ。はい。西井くん。改善する。上司に伝えろよ、絶対に。はい。改善しなかったら乗り込むからなって、書き込み入れるからなって、上司に言っといてくれ。かしこまりました。うん。頼むぞ、石井くん。はい。はい、俺は石井くん、君に期待してるから。ありがとうございます。頼むぞ。はい。はい。はい。お疲れさん。はい、ありがとうございます。はい。はい。見てるか、石井くん。頼むぞ。笑い事じゃないけどね、本当はね。わあ、本当に、あの、柏市内においてもそうですし、まあ、我孫子の方でも、ね、アスゲートが回ってると。で、なんだっけ、松戸にもね、営業所があると。で、まあ、今日はね、あの、勝ち込みじゃなかった。勝ち込みじゃないや。なんだっけ。待ち伏せ作戦したのは、まあ、松戸市の某所なんですけど、まあ、そこはね、今日来たのは、グッドサフだったんですけども、まあ、おそらくね、アスゲートも松戸で営業所を構えるということは、アスゲートも回るんだろうと。言ってること一緒ですよ。グッドサフもアスゲートも言ってることは。シールが貼ってようが関係ない。ね。NHK から国を守るとは第三者だ。対応しない。言ってること一緒。やってること一緒。ね。私はグッドスタッフ、そしてアスゲートをぶっ壊します。頼むぞ、アスゲート。ちゃんと社員教育徹底せよ。頼むぞ。以上です。柏処理 NHK をぶっ壊す。